マックス・ローチはアメリカ合衆国出身のジャズドラマー。ケニー・クラークと並んで最も早い時期からビバップのスタイルで演奏していたドラマーとして知られる。アメリカ合衆国ノースカロライナ州ニューランド生まれ。母はゴスペル歌手であった。4歳の時にブルックリンに移り、8歳になると近所のバプティスト協会でピアノを習い始める。そして10歳の頃には ゴスペルバンドでドラムを叩いていた。18歳までにはミントンズ・プレイハウスやモンローズ・アップタウン・ハウスといったジャズクラブでビバップの先駆けとなったジャムセッションに参加するようになり、チャーリー・パーカーやディジー・ガレスピーと共演を重ねたり、ケニー・クラークの演奏を聴いて影響を受けたりしていた。1943年にコールマン・ホーキンスのグループで活動。 1945年から1953年にかけてはチャーリー・パーカーの多くの録音に参加した。この時期にはディジー・ガレスピーやマイルス・デイビス等の録音にも参加している。1952年、チャールス・ミンガスと共にデビューレコードを設立。1953年にはローチにとって初のリーダーアルバムザ・マックス・ローチ・カルテット・フィーチャリングハンク・モブレーを ハンク・モブレイやウォルター・デービス・ジュニア等と共に録音してデビューレコードから発表。また、1953年5月15日にはトロントのマッセイ・ホールでチャーリー・パーカー、バド・パウエル、ディジー・ガレスピー、チャールス・ミンガスと共演。この時の演奏はビバップのオールスターアルバムといえるジャズ・アット・マッセイ・ホールとしてレコード化されている。1954年春。 クリフォード・ブラウンと共に、相当クインテットを結成。その結成に先立ち、ローチは、ブラウンの演奏を確認するため、バードランドに足を運び、当時ブラウンが在籍していたアートブレイキーのクインテットのライブを見ていたという。しかし、ブラウンとのクインテットの人気が高まっていた1956年6月、ブラウンとメンバーのリッチー・パウエルが自動車事故で死去してしまう。そのため、 ブラウンとの相当クインテットは短命に終わり、ショックを受けたローチは酒に溺れていた時期もあったという。1956年から1957年にかけてケニード・ハムやソニー・ロリンズ等と共に録音されたリーダーアルバムバルス・ホット・ジャズ・イン・サン・ヨン・タイムは全曲ともワルツのリズムとなっており、音楽評論家のスコット・ヤナウは almusic.com において、 これらの優れた演奏は必ずしも4分の4拍子でなくともジャズがスイングできることを示していると評している。1957年10月には後にローチの妻となる歌手アビー、リンカーンのアルバムザッツヒムに参加した。1960年ローチとチャールス・ミンガスはニューポートジャズフェスティバルにおけるジャズ面の扱いに対して意義を表明するため 同じロードアイランド州、ニューポートで、ニューポートジャズフェスティバルに対抗した、ジャズフェスティバルを開催する。同じ1960年8月31日から9月6日には、公民権運動に関わっていた、詩人、歌手のオスカー・ブラウン・ジュニアの詩を取り上げて、アメリカ白人による人種差別に抵抗した、アルバム、ウィンシストを録音。同作には、アビー・リンカーン。 コールマン・ホーキンス、ブッカー・リトル等が参加しており、音楽的には4分の5拍子が多用されている。音楽評論家のマイケル・ジーナ・ストースは、almusic.com l において、ウィンシストを1960年代のアフリカ系、アメリカ人の抗議運動において、重要な作品であり、そのメッセージや強靭さは、なおも意義を持ち続けていると評している。 この録音に参加したメンバーの多くは、1961年2月に、アビー・リンカーンのアルバム、ストレート・アヘッドの録音に参加した。1962年9月には、チャールス・ミンガスと共に、デューク・エディントンのアルバム、マネージャングルの録音に全面参加。音楽評論家のケンド・ドライデンは、ALLMUSIC.com において、同作を、歴史的なトリオ、 このセンセーショナルなレコーディングセッションはすべてのジャズファン筆形と表している。私生活では1962年にはアビー・リンカーンと結婚するが1970年に離婚。1970年にはメンバー全員がパーカッショニストというユニークな編成のユニット・ブームを結成。1970年代には音楽教育にも力を入れて、 1972年にはマサチューセッツ大学の教授となった。1970年代後半にはアンソニー・ブラックストン、アーチー・シェップ、セシル・テイラーといったフリージャズ系の演奏家とも共演を重ねた。1981年のリーダーアルバムチャタフチ・レッドはビルボード氏のジャズチャートで24位に達した。1985年には 自身のカルテットとアップタウンストリングカルテットのダブルカルテット編成によるアルバム e ージー Winners を録音した。ローチは自作 Bright Moments でもアップタウンストリングカルテットと共演している。なお、アップタウンストリングカルテットのビオラ奏者はローチの娘、マキシンである。2002年、音楽プロデューサーの伊藤88の発案により、クラーク・テリーと連名のアルバム、 フレンドシップがレコーディングされる。これがローチにとって最後のレコーディングとなった。マックス・ローチの墓2007年8月16日、ニューヨークの病院でローチは83歳で死去した。8月24日に行われた追悼集会では会議員のチャーリー・ランゲルがビル・クリントン前大統領の長辞を代わりに読み上げ、セシル・ブリッジ・ウォーター、レジー・ワークマン、 カサンドラ・ウィルソン等が追悼演奏をしたのに加え、ソニー・ロリンズやロイ・ヘインズ等も参列した。ローチは生涯のうちに娘3人と息子2人に恵まれた。ローチの演奏はしばしば歌うようなドラムと評される。ジャズドラマーのジェフテイン・ワッツは1996年のインタビューにおいてローチの演奏を声そのものドラミングで 歌が歌えたり会話ができたりすると評しており、ジャズ評論家の淡村正明は、ドラムでメロディを叩くことのできた、最初のドラマーと評している。1966年のアルバム、限りなきドラムは、全6曲のうち3曲が、同チのドラム演奏のみという内容だが、音楽評論家のスコット・ヤナウは、almusic.com において、それら3曲を、 メロディックで論理的に構築された即興演奏の才能によって、なおも聴き手の関心を引きつけると評している。ジョージ・ウォーリントン・デューク、エリントン・ソニー・クラーク・ジョニー・グリフィン・ベニー・ゴルソン・サド、ジョーンズ・ヘーゼル・スコット・ソニー・スティット、トミー・タレンタイン・マイルス・デイビス・ケニー・ド・ハム、ハービー・ニコルス・バド・パウエル・チャーリー・パーカー・クリフォード、ブラウン・チャールズ・ミンガス・セロニアス・モンク・ブッカー・リトル・アビー、 リンカーンソニーロリンズダイナーシントン。ありがとうございます。